サンシャベリバナイト TV 始末編、続きましてはですね、もうとっても美味しそうなケーキがたくさん並んでおります。そして可愛いお姉さんたちもいますね。シエットさんにやってまいりました。みんな拍手。さあみんなクッキー酒いただきましたか？見して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 、ミルクちゃん見して見して見して、ねえ、もうクッキー酒と一緒に胸も一緒に食べるような勢いなんですけどね、もう洋平ちゃん1個じゃ足りないでしょ。あ、ってことでシエットさんね、この後100個ぐらい作っといてください。いや、もうなんせこのお腹なもんですからね、本当にね。さあ、りゅうくんもたくみくんももらったかな、みんなね。ねえ、まだまだ美味しそうなね、ケーキが並んでおりますけど、じゃあこちらの可愛い彼女からお名前を教えてください。山本です。山本何ちゃん？かおりです。かおりちゃんです。拍手。そう。か、かお？かおりです。あ、さおりじゃない。それは失礼しました。もっと大きい声で言ってね。はい、そしてこちらのお姉さんは？はい。ヤギ何さん、トモミです。トモミちゃん、トモちゃんです。アリちゃんとトモミちゃんです。さあ、今日のおすすめは何でしょうか、シュエット。うん、うん、下の段にあります。フルーツタルト、これは美味しそう。めっちゃフルーツタルトっていう名前がいいよね、これ。めっちゃフルーツタルトで、なんで、え、こっちは何ですか、これ、もりもりフルーツ、名前が面白いね、こっち。それ、これで、完熟バナナタルトで、もう完熟といえばミルクちゃん。まだ未熟ですか？未熟、あ、そうです。なんでね、ということでございますので、今日はね、島津の PR としてね、これやってますので、せっかくですと、今日はもう全国から視聴者今見てますのでね、ちょっと一言、シマツの PR とお店の PR お願いします。はい、うれしそうです。あ、ちょっと外野うるさいよ。はい、はい、大きい声でお願いします。はい、各お店でいろいろ楽しいイベントを行ってますので、ぜひいらしてください。なるほど、このシュエットガールのですね、ガールズのあの可愛い笑顔もついてありますのでね。じゃあね、お二人もうちょっと近づいてもらえるかな、画面に入るようにね。こうしたらね、シマーツポーズができました。左手をこう、あ、みんなやって、みんなやって、はい、左手をこういう感じでね、相手側に向けてもらって C を作ってください。行きましょう。じゃあシュエットさんから二人と大きな声でシマーツと言ってください。せーの、シマーツ。以上、シエットさんからでした。イエーイ、拍手。はい、以上、ボス松千代でした。イエスマイル。